今日はですね、5月ということで、ちょっと5月にちなんだ歌を用意してみました。きっと皆さんの好きな曲の一つだと思います。人とよさんの花見好きで、最後のお別れの曲にしたいと思います。皆さんの幸せがずっとずっと続くことを祈りながら歌いたいと思います。花見好き。マサコルトのお二人でした。ありがとうございました。